で、二条五所あとどれぐらいでしょうか。交渉できるじゃないか。しよう。いきます。いや、待てよ。その前に、徴兵号で行ってこう。天も人も俺に背くことは許さ。進めます。敵が我が領内に向かっております。そうですか。はい、はい、はーい、知ってます。我が領内に敵が迫っております。くっそ。三秀頼む。止めるべきだったのかな。よし、二条城取った。乱世が望む俺の天下へ。で、巻島城行きます。俺に続け。この野郎絶対許さないからな。さあ龍蔵寺対島津。龍蔵寺落ちないね。すごい強いね龍蔵寺ね。方位で84日、交渉もします。交渉でパッと落ちてくんないかな。もうちょっとさすがに頭に来てっから、もうこの辺りの城攻めてやろうかと思ってます。今港城落ちました。お見事。おばく、佐竹よし、あー、切るわけにいかないか？切るわけにいかないな。またじけない。ね、義重ご機嫌斜めになっちゃいそうだもんね。秀吉が、鶴岡に行きましょう。いや、鶴岡行けないね。そうか。じゃあ、秀吉一度解散します。でね、この辺りで戦場、上限がこっちのところいっぱいあるんですよ。なんで、そこでね、この米沢三万を、一兵残らず皆殺しにしてやりましょう。行きます。我が領内に敵が迫っております。知ってるよ。くそ腹立しいな。はい、くーぐぬぬぬってなってるんだけど。三秀頼む。磯野一正か。そうですか。どれくらい撃ちんの。69日か。なかなかかかるね。そうか。で、秀吉の隊を移動させましょう。ね。まあ、このあたりだよね。八千、山形。マムロはこのままでいいか。いや、でも鶴岡じゃないな、最初は。丸森、そして渡り城。に移動させます。で、徴兵も、やっぱ1万5000とかにしとこう。もうこの辺も。集められるだけ集めるくらいの勢いでいいや。ちょっとね、1万だと少し不足してきた感がある。で、そしたらもうこの辺の城は全部武装解除してしまいましょう。かしこまった。で、秀吉が移動し次第、再び武田攻めと参りましょう。では行きます。敵が我が領内に向かっております。そうだよね、来るよね、知ってるよ。しょうがない。入ったね。三好から交渉。従属せい。我が領内に敵が迫っております、はい、岐阜か。もう尾張美濃の地盤を失うことになったんだが、もう許さないぞ、本当に。見とけよ。ではここで5万1000動かしましょう。覚悟しろ、酒井忠次。何が徳川四天王だ。さあ、山の卵がここでこうは取られる。もう全部武田に行っちゃったね。想像はるかに超える勢いだったわ。山田が三好、これはね、ありがたい。力を貸してやろう。報告いたします。ヤマトの同盟あと1ヶ月か。ちょっと金銭凄まじいな、消費が。そうか。まあでもそうだよね。というのは、ちょっと待って、覇王の野望をまずっとこう。我が野望、領土を失ってっから証券失っちゃって収入が減ってるもんね。まあそらそうだわ。同盟延長。そしたら兵役免除の城少しずつ増やさないとダメかな。もうマムロとかはいいか。横手角野でもいいでしょう。かしこまった。小高城、いやまだこれは使うかもしれない。いや大丈夫だな。小高城武装解除しましょう。よし、なんとかプラスに持ってきましたね。
で、信長あと何日？39日。まだかかんのか。では行きます。これ以上武田暴れさせたくないんだよな。わしの戦を見せてやろう。さあ、三好義次、農兵精錬。これさ、一人でも二人でも入れといてさ、防衛した方が賢かったかな。さあ、浅井が三好。武田に行け。力を貸してやろう。我に続け。まあ、これで三好が滅するのはいいことなんですけど、島津と龍造寺がこうは、それはないだろう。島津、そこはとどめを刺しておくべきところでは。島津と雨子、まあ島津だね。力を貸してやろう。さあ激突分からずですね。行きましょう。これでもこっち有利だよね。そうだよね。1万の差があるんだけど分からずなんだね。風林火山とかその辺の効果なんだろうか。まあ問題ないとは思いますけどね。さあ坂井忠次先やっちゃったか。まあしょうがないね。もう片っ端から首を切ってやろう。出世のため56,000。いいね。さあ出だ。おばく、たかだか一人だけか。まあ打っておきましょう。で降臨し山城落ちましたね、あっという間に。そうか、おばく、松岡、よりさだ、さらば。深く。で、秀吉が、米沢行きましょうか。160しかいないね、兵がね。そして、あっと、これは北畠が、武田を攻めてくれてんのか。ありがたい。さあ、山同盟延長。郡上八幡奪われました。尺なんだよな本当に。先月の終始です、まあ、とりあえず二条城奪えたからよしとしましょう。これでもこのまんまだとさ、長島城が難攻不落の要衝として向こう行っちゃうんだよね。結構準権書この辺作ったからな、ややこしいことになるな。まあ、あれだったら誰か詰めさせるか。一人、ああまあでも200だからとりあえずなんとかなるか。なんとかなると信じよう。なんとかしてきましたからね、今までも。なんとかなる。あと9日で落ちますね、牧島城も。まあそしたらもう人のみに三好を、ああどうしようかな、もう三好捨ておくか。ではこのまま進めていきましょう。お、富士見の鬼見のだ。米沢、これでも上限こっちだよね。34,000の26,000でしょ。うん、余裕だと思うんですけど、まあどうなるか見てみましょう。いきます。さあ激突分からずいきます。壊滅、壊滅。さらばババミンブ。まあ大したことはなかったですね。さあ兵力差あるからね、さすがに。捨てがまり問題なし。やりました。わしの作るよ。だいぶ兵減ったな。一輪の世にするぞ。アシナ獅子祭取られたね。獅子祭も強いよね。まあ首はいただきます。これどっかに1万5000詰めさせた方がいいな、別の城にね。で交互に出すような感じで攻撃しよう。1万2000もうだいぶ兵いないもんね。まあ周りの武田もなかなかいないですけど。さあ大垣に来ましたね。牧島城落ちました。どうする。柳沢元政強っ。外星100に。まあ、そんなすごい強いってわけじゃないけど。いや、でも立派な能力だよね、これね。さようなら。無念。でだ。信長。間に合うの？
間に合うんだ。だったらちょっとここらで一発出陣する。いやでも取られるなこれね、間に合ってないよねこれね。18の18だもんね。だったら長島に行きましょう。出陣する。でちょっと一回武田に痛い目見せてやんないとダメですねこれきっとね。来た、これ援軍来たらまずいよな。大丈夫かな。さあ三好対山名、山名でしょ。ああ三好勝った。それはそれでややこしいな、取られた。まあしょうがない、長島に来い。そしたら雨子対島津は島津の勝利。報告いたします。先月の収支です。まずい、金銭ゼロだ。表情を行う。金銭ゼロは予想の層にあった。それはさすがにまずすぎる。これで表情を終える。ね、金銭ゼロかよ。米を売ろう。取引を行いましょう。ありがとうございました。そうか、金銭ゼロか。完全に予想の外だったわそれは。マイルズ。そうかそうか、反撃はこっからですよ。かしこまった。覚悟してろよ本当に。まあ、しばらくは長島にいましょう。長島にいればまあとりあえずは大丈夫でしょう。と軍備はねどうしよっかな。もうどこもかしこも最前線なんだよね。二条城取られたくないな。二条城は足軽、あ大幅に当たってきますか。さあ北の軍備も整えました。参りましょう。来るかな。もう来るなら来いって話なんだけど、むしろ来てくれ長島城なら。来ないね。参るぞ。ここの準決勝破壊するか。待て。さあライデン対高坂男女どうだ。ライデン頑張れ。いやー武田強いな。取ったね米沢、お見事。わしがいただくぞ。で二本松いける感じじゃないな。ここだ黒川、行きましょう。出陣します。で信長が準権紹介したら孝一郎さんがいる諸畑城に向かいましょう。お来てる。ちょ待て待て待て、ちょっと長島でぶつかりたかったんだが、まあしょうがないか、行きましょう。これわずかながらこっちなんかな。違う、そうか、ここもっとちっちゃい戦場だと思ったけど意外と広かったね。そうかそうか、まあいいでしょう。部隊数で勝ってる戦久しぶりなんだけど、まあドラを置いて一丸となって受け止める戦にしようか。まあこの布陣を生かして包囲殲滅でもいいような気もするんですけどね。そうしよっかな、包囲殲滅にしようか。これでいきましょう。参ります。行くぞ。さあどう出るかな。信長の方に動いてくれたら、まあ、万々歳なんですけど、騎馬隊警戒してんのか。マイルズ始めよ。騎馬隊警戒してるっぽいな。だったら引きずりますか。覚悟せよ。手加減なさ。対象部隊を蹴散らすでいいかなこれは。一筋縄ではいかない。罠にかかった。だったら殲滅しますか。いざ進まん。朝倉義景が自ら進んできたんだが、なんだこれ。これは包囲の流れだよね。さあ挟み始めましたね。引いたか、引いたね。じゃあちょっと一回立て直そう。新三希望を乗せます。命令不可にしちゃう。でそしたら再び前進しますね。命令不可なんだから身動き取れないからね。だってしてもらおう。こうでしょう。さあガンガン追い込んでいきますよ。だいぶ端っこまで来ましたね。覚悟してもらおう。囲めるかなこれ。これかなりいい位置関係だよ今。行け。かかれ。さあ強撃。かかれ。挟んだんじゃないかこれ。
よしよしよし、囲んだ囲んだ。このままいっちゃえるね。今ぞ攻め込め。ひぜ崩し、それがなんぼのもんじゃいって話ですよ。敵の居所、今は引こう。いずれ回想、そして壊滅。お見事。今ぞ攻め込め。かかれ。抹消とは言わなかったものの、見事な勝利でしたね。シレフ氏従え。いやでもこう戦果だけを見ると圧勝だね。やりました。で信長の隊が準剣書壊れたよね。壊れたけどまだあるな。これか。そうか。でもうちょい長島にいよう。出陣する。さてそれではまずは開発かな。開発でもって、あーできないか。開発でもってちょっともうちょっと準剣書をね立てて、この辺兵力差で圧するようにしたかったけど、まあしょうがないか。でもこの様子を見ると、この小泉信綱隊を滅せば再び尾張美濃はこちらの手に戻ってきそうな感じはするね。兵力がまだまだ全然集まってないから。だから信長は小泉信綱を滅しましょう。この対馬だと五分と五分ですね。五分と五分なら大丈夫でしょう。ここに向かいましょう。でそのままの勢いでもって諸畑城に行くという感じにしましょう。それと二条五所を取ったんで、もう三好はやめにしましょう。ここで講和します。でも三好は浅井と山名に任せるということにします。となるとだよ、山名とは婚姻でも構わないんじゃないかなって思うんですけど、あーでもそっか、島津が山名に行く可能性あるのか。そうだよね。だったら山名とはとりあえず通常の同盟のみにしておきましょう。でそれと軍備ですね、近畿そして北もね、少し状況が変わったのでこの辺も整えていきましょう。さあ軍備もろもろ整えました。それでは武田軍に向かっていきましょうか。足軽精錬打って俺に背くことは許さない。参ります。どっちが先かな。風林火山、馬術少年か。さあ北が先ですね。ここはね兵力差がでかいんで揺るがずですけれども、無論のことながら殲滅まで持っていきます。参りましょう。9200対2800だからね、もう何の心配もないでしょう。さあ一切の容赦なく壊滅に次ぐ壊滅。それでは本体になだれ込み首を取りましょう。まあまるっきり何の問題もなかったですね。さすがに兵力差ありすぎだもんね。まあ問題はこれで城が取れるかっていうところなんですけれど、果たしてどうなるかな。出世のためやりました。もうでも秀吉の軍もだいぶ兵減ってきたね。取れるかな。捕獲ドン。本間隆信80の主役日いただきましょう。さらば本物よ。取れはしないならば包囲で水攻めにしちゃうか。そして織田信長対小泉信綱、こちらは分からずですね。参りましょう。これで美濃尾張の数勢は決まるかな。兵力の上では五分と五分。参りましょう。まあドラカネ沼でも張っておきますか。それでは参ります。まあ一部隊ずつ削っていきましょう。この隊ちっちゃいよね。そうだよね。だから即座になだれ込んで撃滅してやりましょう。片倉56は。さあ沼にはまる。こちらも沼にはまったので、どうしようかな。まずは支えよう。こちらはね、始めるぞ。でその間にお取り調査か。いやーそうか。だったらえぐい込んだ方がいいな。きっとあんまり逃がさない方がいいよね。信長隊引っ張られちゃってっから。そうだね、えぐり込もう。おお小一郎さんか。誰かと思ったら
やるな、さすがだ、なんか引き方がえぐいと思ったわ。抜けろ、信長抜けないね、なかなか。いや、すさまじいところまで引っ張られた。やる、さすが小一郎さん。もうだったらね、ガン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 なだれ込むしかないよね、うちの騎馬隊は。まだ解けないならば、津軽ためどもなだれ込みましょう。光秀はドラを死守。さあまず一部隊、義明が、いざ進む。おお、やるな、そうきたか。信長の方位を狙ってますね。まだ信長動けず、なるほど、これ以上の方位を許すわけにはいかないので、まずは権六と為信で持って稲葉隊を潰します。光秀も行こう。これどうしようもないでしょう。信長ならまあしばらくは耐えられるでしょう、兵力差もあるし。奇襲、さあ壊滅。そしたら権六がこう、最上義行がしばらく動けないね、奇襲だから。津軽為信が小一郎さんの側面を突くで、光秀が鉄砲でもって援護しましょう。行きます。いやー、やるな。ここは、作詞って感じじゃないね。義明動けるようになった。少し下がってきましょう。信長もゆるゆると下がってきます。光秀側面、権六も少し下がる。為信はこのまま側面を突く構え。いいね、ドラまで下がってきましょう。いやー、小一郎さんのおとり調はすごかったな。ここはキリンジを打って速度あげようか。うん、速度がのでかいね。ちょっと騎馬が支える形になっちゃったな。鉄砲で支えて騎馬で横槍を入れたかったんだけど、そううまくはいかなかったね。やりたい前、さて張り直しましたね。義明と信長の隊を入れ替えたい。でもっと言うと、光秀と権六の隊を入れ替えたい。で、津軽為信が単独で小泉信綱と当たってるんで、ここは少し引かせます。うまく入れ替わってくれるかな。うまく入れ替わってくれたね。さすがこの辺りは傭兵に抜かりはないね。うん、すごく綺麗に入れ替わった。ぶつかっちゃうかなと思ったけど、軍同士問題なかったね。さあ強撃を少し入れましたが、まあまあまあこんなもんでしょう。引きます。130潰したいな。ちっちゃい部隊出てきたね、少しずつ。さあフラフラっと片倉小十郎近づいてきたんで、これは兵を減らしましょう。信長が少しこう、光秀がこうで、この辺の部隊潰しきりたいな。権六いきますか。さあ強撃のまずは一部隊、さらに行くでしょう。権六の隊後ろ回っちゃうか。新三希望ホテルね、この4部隊行動不可だったら一気にいけるんじゃない。そしたら義明突っ込ませよう。津軽為信は少し引きます。小泉信綱と燃えてるんで。で、光秀も十字砲火の構え、信長ともに。1なんかいるんだけど、壊滅、壊滅。津軽為信もいきます。壊滅に続く壊滅、いいですね。で、権六がドラを潰したんで、再び引いていきましょう。これは十字砲火だからね、そうだよね、打撃が向こうのが大きいよね。突っ込んできましたね。まあ信長の軍に来ましたね。だったら権六再び動きます。と津軽為信も突っ込みますか。そしてここで六天魔王、先に、そうだね、こっちを潰したいよね。なだれ込みます。吸収するけど問題はない。あー、大泉隊が先にやっちゃうかな。いやー、ダメか。いや、でもどっちも潰れたんじゃない。あー、違うね、123、25残ってるね。残念、殲滅とまではいきませんでしたが、まあ見事な勝利ですね。信長が天下に。さあ、それでは
終わりを取り返しましょう。敵将討ち取った。信長が討ち取った。さあ捕獲。竹俣義経でいいのかな。知らん武将ですね。まあ首はいただきます。そのようなところで。さあではまずは諸畑城取り返しましょう。小一郎さんじゃないか。180だからね、こうする手はないでしょう。さあ敵兵が逃げ出し、まずはこちらに帰することになりましたね。何人たりとも止められぬ。次このままキヨスへ向かいます。キヨスはちょっと守りにくい城なんだよね。兵力がすごく大きいから。ここまっすぐでしょう。強行24日、強行でいきます。まあ周りの兵力がこれだからね。遠平、いやそうでもないな。岡崎9000とかいるもんね。遠平の心配あるなこれ。さあ三好とは講和ができましたね。まああとは浅井山名に任せましょう。さあ黒川城の方に遠平、まあ全軍を展開させ、上限こっちなんで問題ないでしょう。そうだよね。まあでも殲滅しましょう。始めるぞ。さあまずは一体殲滅。そして秀吉の隊に果敢に切り込んできてるが、それも引きつけて滅しましょう。まあね、もうどうしようもないよね。覚悟しろ、覚悟しろ。さあ一切の問題なく壊滅。まあたやすい戦でございました。ガンガンここに出てくれるとね、こちらとしてはすごく助かるんですけれども。足を作るよ、日輪のようにするぞ。ここ兵力差凄まじいからね。武田包囲もここで瓦解ですが、まあ問題ないですね。実質戦ってんのは我らだけですからね。報告いたします。集まってるね、集まってるけど、清洲城本丸陥落。やりました、捕獲ドン。茅場に毛利。茅場元時強いね。75、85、71、75、74、平均的にすごく高い武将ですね。ただ首は打たれるわけですけどね。さらば。で信長の隊なんですけれども、名古屋城はここ上限苦しいね。いけないね。だったら、いやーもう我ながら変な準権書作っちゃったもんだから、ややこしいことになってんな。この準権書破壊したいな。でもこちら側の準権書が活かせるところで戦えればって感じなんですけれど、結構まんべんなく準権書あんだよね。ほんと自分で自分の首を完全に絞めてますね今ね。15000の16000、ほぼほぼ互角と考えても良さそうだね。大垣に関しては、大垣に向かうかならば。俺に続け。はあ、そうきたか。なるほどなるほどなるほど、これは面白いね。まあ見事っちゃ見事な策ではありますけど、でもそしたらさ、この柴田隊参るぞ、殲滅しちゃった方がいいんじゃないかな。ねえ、再び向かいましょう。あ、散ったね。じゃあこれすぐまた取れるね。さあ黒川城水攻め入りましたけど、なんか向かってきてたね今ね。まあでもここに関しては取った、取って取り返して、もうややこしいことあってね。黒川城向かってきてるけど、まあ兵力差でかいんで5000の兵でもなんとかなるでしょう。うん、なるよね。相手2800だもんね。問題はない。ただ、秀吉のタイムもう引き返さないとダメだね。で、黒川を取ったら引き返して、この孤立してる二本松三春取りましょう。で、信長は、再びじゃあ、大垣に向かいますか。進め。流行り病。まあ、問題はなしと。なんか変なタイミングで流行り病来たね。さあ、大垣城取り付き。ここは、勝た。強行83日かな。交渉できんかな。諸畑城に42000。なるほど、それはじゃあ諸畑か。行くぞ。14000の17000。うーん、まあ問題はないと思うけどね。
なんか来てんな。すんごい調整してきてんだけど。これはじゃあ、ま、問題なく、ショバタに向かいましょう。進め。待てよ。集まってるとこ叩けないか、これ。叩けるよね、これね、集まってるとこね。叩こう。名古屋城に向かいます。進め。問題ないはず、これ。さあ、黒川城に敵兵が来ましたね。まあ、全軍を展開させ、再び、屍の山を築いてやりましょう。参ります。もうでもいよいよ苦しいな、秀吉も。これ、二本松と三春から来てんな、遠兵。だから、ここと次の遠兵を倒せば、三春の城は軽く取れるはず。だから、ちょっと被害を抑えながら戦いたいな、ここは。さあ、殺し魔により、敵兵、壊滅。お見事でございました。被害は、まあ、ほぼほぼなかったと言ってもいいかな、これ。まあ、次の戦はね、問題はないでしょう。日輪の世にするぞ。大事なのはこの次ですから。さあ、捕獲。二十歳の若い首を、落としてみせましょう。さらば。深く